まん延防止措置の延長で感染は歯止めをかけることができるのでしょうかここからは政府側を取材しています政治部の原慎太郎記者に聞いていきます原さんよろしくお願いしますよろしくお願いします措置をですね延長する方向で調整なのはこちらのオレンジ色の東京をはじめとして13の都県と いうことなんですけれどもこちらのこれらの地域ではですね先月の21日からまん延防止等重点措置が適用されていますその効果はどうだったんでしょうかまあ東京例にとって見てみますとこの措置を適用が始まってからもですね何度も過去最多を更新していますしまあ今日も火曜日として過去最多ということでまあ、拡大が止まっているというような状況ではないですね,そうですねはいでは原記者に聞いていきましょう原さんそもそも政府はですねこのまん延防止 措置これまでのその措置についてこれは効果があったというふうに今、ご紹介のようなデータも出てはいるんですけども、うん、政府は一定の効果は出ていると見ています、うん、オミクロン株の特性もあってですね、うん、新規感染者数の増加は収まったとは確かに言えない状況です、うん、ただ一方でですね政府は1日の新規の感染者数というよりは前の週からの増減を重視しています。うんはい、前のの週からの 前の週と比べてみますと、ですね、徐々にですけども、感染レベルが下がってきていますので、このままピークアウトすることを目指して、重点措置を継続する方針なんです。ただ、ですね、あの分科会の尾身会長は、ですね、今日の国会の中で、今後の感染状況について、こんなふうに話しています。可能性としては徐々にに下がるか高止まりになる 最悪の場合には BA.2 という足もあるのでさらに上がることも考えられるこんなふうに発言をしているんですねあのまん延防止措置を延長する中で何かプラスアルファの対策というのは政府は考えているんでしょうか、はい、まずこの重点措置の効果についてなんですけども行動抑制の対象を飲食店に絞っていると。 はいうこの点についてはですね政府も問題意識を持っています、はい、つまりですねオミクロン株の特性を踏まえれば、うん、単純な行動抑制だけでは意味がないと考えているんですひ、うん、いてはですねこのままじゃ何も変わらないという批判が出てくることも想定しています、うん、そこでですねこの重点措置とは別に専門家の提言を踏まえて感染が増えている高齢者施設ですとか保育所に関して今後対策を強化する方針です方法あのその保育 その高齢者施設とか保育所に対する対策強化というのはどういうことなんですかはい例えばなんですけれども、うん、その一環としてですね今日厚労省がですね、えー、保育所が休園になった子どもを公民館などで預かるいわゆる代替保育これを促進するためにですね自治体への財政支援を行うことなどを打ち出しています、うん、なるほどあのワクチンについても聞きたいんですけれどもその3回目のワクチンこれ全人口の今6.5%ということでその感染拡大とその ワクチンの,その追いかけっこではどうもワクチンが遅れを取っているように感じるんですけれども政府はそこら辺をどういうふうふに見ているんでしょう。 はい、あのまさにご指摘のとおりだと思いますあの特にですねここに来てモデルナ製のワクチンの副反応を警戒して1回目、2回目と比べて接種に消極的な人が増えているという現状もあると思います政府としてはですね SNS やテレビ CM など広報に力を入れて接種を促進していきたい考えです岸田総理自身もですね3月の上旬に自らモデルナ製ワクチンを接種して PR する予定ですたただですねまあ、こういった 公正なる打開策というのはなかなかないというのが現状でして、はい、強いて一つ挙げるとすれば国産の飲み薬は新たな武器になるかもしれません岸田総理もですね昨日の国会で早期実用化に向けて審査のスピードを上げるという方針を示しています総理周辺はですねこの国産の飲み薬が行き渡って世の中に体感としてですね新型コロナが実質的にインフルエンザなどと同じような位置づけになってくれば雰囲気も変わってくるだろうと期待を寄せていますその感染の予防を 封じ込めということもさることながらもう実際にこれだけ広がってしまったという現実を見据えたその対策そちらの方にも軸足を持っていかざるを得ないということですね。そうですねご指摘の通りでして、うんえー、現実を見据えたあ現実的な実効性のある対策を今後も打ち出していくという方針です。はい、原記者でししたたどううもありがとうございましたニュースを深く